ナーフです。クチナです。最初。ヘビに頼まれたって買ってきました。うん、勝ちです。俺一人で買ってきました。お願いします。ありがとうございます。3店舗で買った。はい。はい、16パック。はい。2024年4月27日発売。はい。遊戯王、デュエルモンスターズ、インフィニット、ホビット。ホビットです。うんうん、はい。こちらね、開封。遊戯王運がある、今俺の、ちょっとね、あれを知りたくて、うん、買ってきてもらいました。正直ね、遊戯王もやめちゃってるからね。そうですね、昔の、うん、なんて言うんだろう、そのブルーアイズとかレッドアイズ、うん、ああいうカードが出たら欲しくなるけど、まあ今ヘビが、まあエクゾってとこも好きだけど、今回何、ただ、開封したいだけです。開封。それあれだね、駿河屋で買ってきた、はい、5パックだね。はい、これはあれゲオだ。こうあれ待って、普通のこれパックか。あ、そう、それ普通のパックだから。あ、そうなんだ。じゃあペラペラっといペラペラっといきますか。じゃあペラペラピッと、スーパーレアがあるからね、4枚にね、多分ね、うん、あ、そうそう、ギミックパペットが出ますんでね、今回は。うん、あ、作ってたもん、出てきね。あっとっと言ったら、ギミックパペットのスーパーレア、おファンタジスクマキナ出ました。おメメントや森、あ、レアね。よいしょ。お、なんかレアにしてはなんかいい感じの、うん、かわいいのが出ましたね。なんかあれ出るんですよ、クォーターセンチュリーレアみたいな。あ、そうなの。全体、全体の光ってるやつでしょ。そうです。あれのようですよ、ね、だってずらいよ、そうと多分出ないですかね、うん、お、ウルトラレア。あ、なんだっけ、ウルトラレアのなんか2000ぐらいするよね。ねえ、これ多分これ違うな。あ、あれこれかな。あれなんか違うな。違うか、うん。これじゃねえ。あれ？ん？光った？違う。コッタセンチュリーレアっぽいのでしょ？あの、全体ギラギラしてるの？違う。ん？違うけど、うん、名前が、うん、光と闇の、あ、そう、違うか。今回あれか、魂となんちゃらのレアだね。いや、わかんない、ちょっと。あれ？絵を見ればわかるかも。あ、そういうこと、そういうこと、うん。ごめんなさい、ごめんなさい、間違えました。あ、でもスーパーレア刻まれた、ま、うん、ディスレイ、はい、なんか こんなさ、名前多いからびっくりしたよ。あ、光なんだかと闇のなんだかの竜みたいなさ、うん、今回のあれ、そうじゃん、名前わかんない、名前わかんない。まあいいじゃないですか、レア的に。あれ、そうなんで、5パック買って、うん、この引きいいんじゃない。いいんじゃない。それゲオで買った5パックです。いや、ゲオが俺があれですね、一番。お、ギミックパペットのあれだ、ほら、フィールド。お、出たんだ。そう、今の環境で戦えるかどうか知らないけどね。かわいいよ、あの子よりほら、この子、この鳥を打ち出せる、この鳥。歯が痛いんだ、歯が。またファンタジスタマキナですね。ん？これレアは、レアは絶対出るでしょ。そうなの。うん、あ、かわいい、ね、これもギミックパペットのあれかな。おいおい、同じのが出ちゃあかんぜ。白き森のウィッチだか、あれ、これ出た。あー、まあ、有効ってそんな多分高くないだろう。1枚2000円の出ないときついな、ウルトラレア。そうだね。あ、でもここもスーパー2枚出てる、すごいね。ええ、どういうことこれ。え、これ出たらちょっとさすがにおかしいよね。まあね、そんなバカな、あ、そんなバカなことはないよね。そうなんだよね、さすがにね。でもかなりの確率だと思うよ、俺。え、でもかぶった、あれだよ、ダブリ。
タヤで買ったやつ。やばい。あ、これ熱い気がする。あ、でもね、ツタヤで買ったと言われた。何、ちょうどなんだっけ、なくなりましたって言われました。あ、これ光ってるわ。だからなんだろう、まあよいしょ、多分あれ制限なかったから当て、まあみんなね当たるまでやって。これシクだよな、シクか。え、あ、多分そうだな。お、いいじゃん。あれ、千年源氏、源氏上から見直し源氏。やばい、あの可愛い子欲しいんだよな俺な。あれ、レアは、レアなんてどうでもいい。言い伝え、今回白木森系が出たんだね。そうです。さすがに弾けないか。弾けないっすね。そりゃそうだ、収録なくしちゃう。くそ、何言ってる、こんなん出たの。うわぁ、そうっすね。それでウルトラレアの あそこだけ弾ければな。はい、あそこだけ弾ければな。遠い、渡したい。はい、受け取ります。うわぁ、まずい。ウルトラレアとか、やべぇ、ラスト。光らなかったみたいだ。うわぁ、かぶるね、かぶるね。ほんとは渋いわ、多分今回。俺でもダメだった。そうだね、今回ね、今年よく当たってたからね。ウルトラレアも弾けなかったしな、うん、可愛い子あったんだよ、欲しかった。これじゃないもんな、これじゃないもんな、確か。まあ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 、あとこの辺のスーパーレアがね、そうですね、ギミックパペット今いけるのかぐらいな感じで出てるけど、大丈夫なのこれ。1500しかないよ。まあまあ、8もあるのに。ランクアップか、なんか混合色、混合だなこれ多分。はい、ということで、惜しい。エクゾディアも出なかったな、これも。なあ、クォーターセンチも出なかったね。エクゾディアは何、どういうふうに出るの。パーツじゃないでしょ。パーツじゃない、これ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 、これが出る。この、この、こいつが。うん。SEC だからね、知らないけど。そう。そうなんです、今回ね、惜しい。でも、まだ買えそうだ。まだ買え、買えそう。まだいっぱいあって、制限なかったから。ちょっとね、ちょこちょこまた買いたい、俺は。買いたいと思います。うん、そしたらまた貯めて、はい、貯めてね、開けたいと思います。じゃあ皆さん、ぜひ遊戯オッパ開封お願いします。ご視聴ありがとうございました。